リス族は、東南アジアに住む少数民族の一つである。リス族は、中国、ミャンマー、タイ、インドの4カ国の国境にまたがって分布し、伝統的に移動開拓型の焼き畑農業を、制業とする産地民である。いくつかの飛び地は見られるが、基本的に、サルーイン川に沿った南北に伸びる、帯状に展開している。中華人民共和国では、 少数民族の一つとして数えられ、中華人民共和国が公認する56の民族の中で21番目の人口を持つ民族である。雲南省のドコーリス属自治州を中心に、同省北部一帯から四川省南部にかけて分布し、雲南北部のデーチェンチベット属自治州にもイニシリス属自治県がある。2000年の全国人口調査によれば、 中国内のリス族総人口は63万4912人である。また、太陽国北部に約3万人が住み、ミャンマー北部やインド東部などにも散在する。リス族が用いるリス語は、チベットビルマゴ派のツネ語グループに属し、遺族やナシ族と近い関係にある。文字は新中国になってから制定されたラテン文字が主に用いられる。 雲南省の土リス族自治州に伝わる伝承によれば、リス族の祖先は、クドゥネーと呼ばれる地から次第に南化したという。歴史書に、リス族が現れるのは8世紀に遡り、東大の半広氏が書いた、版書には、立族両成版の語が見え、当時、カラス版と呼ばれる民族グループを構成していた。当時は、現在の四川省北里から、 雲南省の霊孔にかけて流れる金西陵岩に分布していたと考えられる。霊孔不死によれば、秋代のリス族は隣接する、納め西族による支配を受け、強制労働やチベット族との紛争に駆り出されていた。こうした苦境から逃れようとした、リス族は西方へと移動し、現在の土リス族自治州の一帯に支配的地位を確立した。しかし、 信代になると漢族に代わって、満州族が圧力を加えてくるようになる。大半のリス族は新朝への抵抗を続けたが、一部は西方へ移動し、インドのアッサム州、ミャンマーのカッチン州に渡り、分布を広げた。また、別のグループはサルウィン川沿いに南下を続け、20世紀にはタイに至った。リス族は、 数世紀にわたる移動に伴って、接触を持った他集団の影響を受け、様々なサブグループへと分化している。中国の漢族は、民族衣装の特徴によって、リス族をシロリス、クロリス、ハナリスの3種類に分類した。しかし、これらは多少であり、リス族自らは、サルウィン・カワカミのリス族をロブリス、 下流域のリス族を、ルシリスと分け、それらを細分化して識別するように、サルイン川を識別の指標にするケースが多い。近代になって隣接する部族の人々に、西方宣教師の布教によりキリスト教に入信する、ものが増える中、リス族は大宗教への回収者が少ないことで、知られている。リス族は、創造神勇者を、ヒエラルキーの頂点とする独自の多神教を、 信仰しているが、父兄の出自に継承されるソレが、儀礼の対象として重要視され、どのソレを祀っているかが、社会的なアイデンティティの礎となっている。ありがとうございます。